こんにちは。今日は横浜駅に来てますが、これから成田エクスプレス35号で成田空港まで移動、乗り換えて全日空ホノルル行き。今回の目的地はハワイホノルルです。成田エクスプレスは高速でガタガタ頑張っていますが、まあ、それでもやっぱ成田は遠いですよね。1時間半ほどかかって成田空港に到着しました。しかし実は飛行機の出発の6時間ほど前に来ています。今回は全日空のファーストクラスで往復することになっています。人生でもそうそう乗る機会はなく、まあ、今後は乗らないつもりですので、せっかくだからこの全日空、飲み物食べ物何でも出てくる無料のラウンジ、それを6時間も満喫しようということで、貧乏根性丸出しですね、全部舐め尽くすように味わったわけです。ここで食べたものはもうちょっといろいろ、もっともっといろいろあったんですけどね。それにつきましては、交通チャンネルの方でご紹介しようと思います。また後日動画出しますんでね。これなんだと思います？ボルシチですよ。ボルシチってこういうやつじゃないと思うんですけどね。すごいですね。これですね。これシャワーか。シャワー浴びて、もう出発まで20分。さっぱりしたところで飛行機に乗り込みます。全日空が最近新しく就役させた A380 型大型旅客機。これがホノルル線の看板です。ファーストクラスの座席はこんな感じ。まあこれについてはもう多分交通チャンネルでまた出してる動画あると思いますから、まあ簡単にこうでしたよという話ぐらいできればいいのかなと思いますが、ファーストクラスの私の前の席に座っていた方がですね、なんとちょうど視聴者の方で、私が何度かトイレに行ったりするのに、まあ結構トイレ近くて何度も出入りしますんで、あれなんかスーツさんみたいな人いるなと思ったんだけど、まあ顔が似てるかもしれないとかね、そういうのあるし、動画で見るのとはまた違うということなんで、結構迷われたそうですけれど、降りたところで声をかけていただきました。コンタクトレンズ取って、まあ、これだと寝てるんですね。ワイシャツの襟にですね、こんなものが入ってたっていうのは一応皆さんにご紹介しておきます。新品のワイシャツを着てきましたんでね。で、翌朝です。まあ、使い知らずと言いたいところですけれど、ホノルルまで6時間ぐらいしか飛びませんのでね、やっぱ睡眠時間が短くなっちゃうからどうしたって疲れるんですよね。時差もありますし、翌朝、朝ごはんでこんなものだけもらいました。一応簡単に、もう交通チャンネルの方でね、紹介したから、そんな丁寧にやらなくてもいいかなと思ったんですけど、これはハモの、お茶漬けです。やっぱ美味しかった。出汁がちゃんと効いてるのがね、日系の航空会社だなと思いました。これはね、ほんとね、外資系でもなかなか出せないんじゃないですかね。そろそろ多分、オアフ島が見えるのかなと、もうそろそろ座席はまっすぐ起こしてくださいねとか言われちゃいましたんで、ゴロゴロ寝ることもできなかったんですが、見えてきました。これが、立派、オアフ島です。みんなここ、ね、熱望してやまないわけです。あっという間に着陸しました。行きのファーストクラスはなんかほとんど満喫とかそういう感じじゃなかったですね。あ、満喫って漫画喫茶じゃないですよ。もうなんかゆっくり寝てるだけでしたね。それで降りるときに私の前の席、1A 席に座っていた女性に声をかけていただいたんですが、ちょうどそれからですね、意気投合しまして、出国審査とかも受けて、そして、目的地は、ワイキキの方にあるホテル、なんていうホテルですかね、聞いたらですね、トランプインターナショナルということで、なんと同じホテルだったんでちょうどいい。一緒にタクシーを割り勘で移動することになりました。ホノルルの中心までタクシー大体40ドルぐらいかかるわけですが、私はですね、その半分20ドル。お互いに割り勘だったんですね。チップそういえば出してもらっちゃったのかな、すいません。チップも本当はね、払ってもらいたかったんですけど、そして私はもう一人でハワイに来ておりますんで、よし、旅行先でせっかくのバカンスだし、誰もね、一緒にいる人がいなくて暇でしょうがないんで、まあ仕事しかすることなくなっちゃうんでね。そうすると連絡先も交換させていただきまして、そして、後でじゃあ何かよかったらお食事でもまたと、後ほど声をかけていただくであろう、そんな話になりました。しかし立派ですね、ホノルルの街中。着いたホテルはこれです。今言いましたけどね、トランプインターナショナルホテル。まだ朝の11時ですが、もうチェックインできます。実を言うと、私の泊まってる安い部屋、まあ、安い部屋って言っても結構な値段するんですけど、その部屋では、チェックインはですね、もっと遅い時間からということで待ちたくなかったので、もし1日あたり2万円払ってくれればスーパースイートルームに変えられるんですけど、2万円、通常だったらね、1日あたり4万円ぐらいするんですけどね、どうですか、それだったらすぐチェックインできる、そうか、じゃあということですね、スイートルームにしたら本当に大きかったですね。もともとコンドミニアムといって、まあ、別荘みたいな風に使う、そういうホテルみたいでして、まあ、要はそのマンションの一室をですね、その別荘の主がいないときには、それぞれお客さんに貸して収益化すると、そういったことができるようなビジネスモデルなんだそうです。だからこの部屋も別にトランプさんの持ち物というわけではなくて、まあ、おそらくそのトランプインターナショナルホテルの中のその、まあ、一室を分譲で買った人がいて、まあ、その主の人が今はハワイに来てないので、だから私が代わりに泊まらせてもらって、そして私がホテルに払った収益の一部がその主の方へ行っていると、まあそういうことなんでしょう。しかし立派な眺めです。
沖縄のデラックス版という感じがします。まあ、逆に言えば同じような雰囲気は沖縄でも楽しめる。でもね、沖縄はまだなんかその沖縄文化、みたいなものがね、こう結構ありますけど、ハワイはなんかもう超スーパー南国リゾートもそれに、徹してる感がありますね。なんか沖縄文化みたいなそういうのは、まあ、ハワイもねハワイ文化ってありますけどないんで、それがまたこう独特じゃない感じが逆にいいかもしれません。ちなみにこれお昼寝しました。2時間ほどですね昼寝して、いや3時間ぐらい寝たかな。やっぱどうしても眠くなっちゃうんですよね、時差もあるし。そして夕方になって飛行機の中でお会いした方に声をかけていただきました。一緒に夕食を食べるんですけどいかがですかということですね、ぜひぜひホイホイとついていきました。ステーキハウスです。実際にその方のお友達もですね1日早くホノルルにお着きになっていて、美女2人を目の前にここでステーキを食べると、なんとも私の人生で滅多に経験しないようなことになりました。これはエビです。私はもう料理の注文もセンスもよく分かりませんので、ファーストクラスとかにねしょっちゅう乗ってるような方ですから、まあ、ですからね すごいんですよね本当にね。だからすごい方とご一緒させていただいて光栄な限りなんですけれど、なので料理の注文とかも全部お願いしちゃいましたがね、ここは本当にいいところですよと教えていただいた。このステーキハウスはトランプホテルから近いところでしたが、うん、確かに素晴らしい。これはノンアルコールビールですけど、やっぱちょっと味がアメリカの料理って濃いですからね、それもどんどん進みます。お話もどんどん進みます。出てきたステーキはこれです。大きいアメリカ風のステーキ。どうしてもステーキハウスは少し暗いですからね、これを見てもちょっとどんな感じなのか分かりづらいかもしれませんけど、そしたらですねライトで照らしたりとかしたんですけれど、前のお二人がカメラを持ったりとかいろいろ手伝っていただきました。奥にはグラタンがいろいろ来て、またお皿がねちょっと汚れたような感じのお皿ありますけど、これは、バターなんとかみたいな感じのですね熱々に熱したお皿で、これにステーキを取って食べるんですね。美味しかったですよ、本当に美味しかった。これ手元でねランプで照明で照らして、うわー美味しそうですね。これこういう食事は実は最近あんまりしてなかったんでね、ね、なんかこう贅沢な食事ができるようになるとかえって質素を志すようになりまして、日常あんまり脂質とかこういうステーキみたいなの、まあ脂質は取ってるんですけどステーキみたいなの食べなくなったんですが、いいですね。大きい映していただいてありがとうございます。これねすごい方にカメラ持っていただいてるんですよ。お二人ともね、ちょっとどんな方だというのはね勝手に私が喋ることはできませんが、へえ、そんな世界があるのか。あ、なるほど、こういう風な、まあ、なんていうのかな、人間離れしたとか常識離れした、なんかこうなんていうの、高飛車セレブみたいなそういう方に会ったわけではありませんけれど、はーっとこう、いろいろなことを勉強させていただきました。またこちらからもですね、YouTube とはこういう商売になってるんですよとか、こういうことを考えて動画出してるんですよとか、そういう話もねまた同時にさせていただいたのです。大きいステーキですね、いくら食べてもねそう簡単にはなくなりませんでしたよ。これ幸せな感じがするでしょうね。これ一口というかこう大きな塊をこう大きなっていうかねこう塊から切り分けられたものをこっちに持ってきて、それをこうまた3つぐらいに切り分けて口の中にほっぽり込んでもですね、口の中が肉でいっぱいになります。これは今度グラタンですが、上に乗っているこれはロブスターです。エビザリガニでしたっけ、まあ、どっちでもね美味しいことに変わりはないんですけど、このロブスターをこうどっさりですね、贅沢にこれまた食べるね、いい贅沢をしてるなと思いましたよ。これやっぱ食事ってね、ある程度お金かけると一番なんていうのかな、そこに幸せなあれが反映されやすい、まあ、お金をかけるんだったら旅行でホテルよりも食事にかけた方がいいんじゃないのかなっていうのはね、私もね金がね思ってます。食に興味のない私も、あ、こんなに美味しいアメリカ料理があるの、アメリカの料理というのはあまり美味しくないというイメージでしたが、これは本当に美味しかったです。これはね、じゃがいものグラタン、グラタンは3種類頼んでいただきました。ファーストクラスでお会いした方、そのねおすすめのお店がここなんです、まあ、つまり行きつけなわけですよね。ここのおすすめはサイドメニューも美味しいことなんですよ。ステーキだけじゃないんです。なるほど、確かに美味しい。このチーズもですね、私チーズ実はそんなに好きじゃなかったんですけど、でもグラタンを頼むとき絶対このグラタン美味しいだろうから、私チーズが好きじゃないというのは言わないでおこうと思ったら言わなくて正解でしたね。美味しいグラタンです。エビもエビじゃないザリガニ、まあ、つまりロブスターね、たくさん乗っててね、いくら食べてもそう簡単にはなくなりませんでしたよ。贅沢な話です。ビールもおかわりしました。美味しいですね。これ多分ね今回は美味しそうに食べてるんじゃないのかなと思うんですよ。別に演技したわけじゃないんですけどね、私の様子を見てですね、あ、こいついつもとは違って美味しそうに食べてるなと、感じ取っていただければ何より幸いです。大きいステーキをシェアして食べるってのは一人じゃ当然できないですからね。いや、よかった、いい方と巡り合って本当に聡明でいろんなことも教わりました。最後にデザートが美味しいですよ。私はお茶を頼みましたが、紅茶を入れながらいただいたのはアップルパイです。
カでは大変人気があるそうです。3つに切り分けていただきました。バニラソフトクリームやアイスクリームか、これが溶けているのがまたいい感じ。意外とこの見た目でね、アメリカっぽくなく甘すぎなくて、そう良かったですね。バランスのいいデザートをいただきました。もうお腹いっぱいだったんですが、デザートは別腹です。紅茶も大変美味しくいただきました。いいところに連れてきていただいてありがとうございます。夕飯食べて帰ってきたらね、さっき電気全部わざわざ私消してったらね、全然なかったですけど、消してったのに全部ついてるんですよね。なんかこうわざわざつけてくれたんだな。つまり掃除の人がまた来たってことですね。さっき一回来たのにもう一回人が来たからついてるわけ。ああなんかこんな散らかしてとか、もしかしたらその掃除の人も思ったかもしれませんけど、私が寝たベッドはどうなったかな。ああまた綺麗にしてくれてるよ。申し訳ないな、こんなタピオカチョコみたいなまでね、こんな上に置いてあって。ああ夕方に来てまた来てすごいね。何回部屋に入ってくるの。いや全然いいんですけど。でですね、こういうふうに寝たわけですけど、今時刻5時28分ですね。全然眠れなくて、もう仕事が多すぎて体がおかしくなってるのかね、もうダメなんですよね。もういいやと思って、結局、一睡もできませんでしたが、朝になっちゃいましたんで、せっかくなら早く、まあ、本意ではありませんけれども早起きしたんだから。うわ、なんかもう朝から車とか忙しそうだけどな。あの早朝のホノルルツアーと行きたいと思います。すごい。朝ごはんは昨日の夜買ったパイナップル、それから水ですね。この泊まってるホテルはね、コンドミニアムということで、私はコンドミニアムという言葉は聞いたことしかないんですが、あの普通のお家感覚で使える、まあ別荘みたいなやつですね。アメリカの物価にしては安い。パイナップルはね、4.28 ドルでした。500円ぐらいね。全部は食べないでちょっと取っとこう。こういうホテルに泊まってるんですけどね、ロビーはこれか。あのワイキキビーチ周辺ってね、どこにも人がいっぱいいるんですけど、朝のこの時間だけはもうやっぱり車は動き回ってね、仕事で忙しそうですがいませんもんね。いやこの時間で独占して、あとはもう部屋でゴロゴロしてるに限るんじゃないかな。こいつこの間あれですね、ダニエル系井上空港にいたやつだな。かわいい。お早い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 、やりました。おなるほどね、自動水やり機、これなんだ、スプリンクラー。おかげで道はびしょ濡れで、まあ、上を歩けば私の服もです。うわうわうわ、結構本格的にびしょ濡れになったぞ。あーこんな濡れちゃってバカだと思われるだろうな、これ。しばらく歩いてワイキキビーチに来ました。ハワイらしからぬ清々しい朝風に吹かれ、体を少し冷えました。これはなかなかハワイではできない貴重な体験だと思います。向こうにはダイヤモンドヘッド、そろそろ日本人があそこへ向けて登りたくなってくる時間のようで、トロリーっていうのかな、ハワイの中を動いているバスには長蛇の列ができていました。みんな朝早起きだなと思っていたら、サーファーの朝も早かったようです。いや楽しそうに滑りますね。別にあれを見て私もやってみたいとは思いませんでしたが、しかしあのように清々しく滑っているのを見ると、やはりリゾートに来たという風情が出ていいものです。ところで私もここへ来てやらなければいけないことがあります。ちゃんと持ってきました。エッセンシャル財務会計、大学の宿題がたくさん残っています。ちゃんとねやってるんですよこういうのね。今度は固定資産の減損についてプレゼンをしなければいけないので、そのことをここで 1,2 時間ほどだったかな勉強しました。その後パソコンも持ってきましたんで、広げてメールの返信とかいろいろと仕事をしました。こんなところでね、革靴に、スーツ着てそれで仕事なんかするなと、まあ、もしかしたら思う人もいたかもしれない。そしたら申し訳なかったですけど、しかし素晴らしい環境で仕事をするとはかどるものです。いい思い出になりましたよ。帰りに写真を何枚か撮りました。綺麗ですね。やっぱ、いや、いいところだなと。もう写真撮るっての楽しいですね。それはこのハワイが綺麗な場所だからです。これは帰り道。ホノルル中心部は一方通行みたいでね、結構運転は大変そうでしたが、アメリカの車が同じ方向にこう動いている統一的な光景は良かったです。大都会の中には青い空を背景にしてヤシの木ずらっと並びます。これもいいですね。そしてまた高層ビルの眺め。これもね、この中に遊ぶものがたくさん詰まってるわけですよ。いやーリゾート地だなという感じがします。まあ、実際そのリゾート地で例えばアラモアナセンターでしたっけ、なんかそこでねショッピングしたりとか、海に入って泳いだりとか、なんかバレーボールでもするのかな、そういうことに私は興味はありません。しかし人がそういうことをして楽しんでいるのを見て、そしてあここがハワイか、これがみんなの遊ぶところ、日本人のリゾートでもある場所だ、そういう風に思うのが楽しいのです。近鉄と書いたバスも大活躍していました。帰ってきた。そういい散歩でした。シャワー浴びて、眠くなってきた。
朝のまだ人があんま出てこないような時間に冷やかしてプールでも行ってみるか。プールは6階。プールでは日本人の子が平泳ぎの練習をしていました。まるで日本の夏の延長場だな、そういう雰囲気がまた気に入りました。これリゾート地にありがちなこういうやつですけどね、ここに持たれて海の景色を眺めている間に眠くなりましたので、多分11時ぐらいだったかな、ベッドに移動して眠ります。5時間ぐらい寝て夕方になりました。もういや7時ぐらいになってたかな。これはちょっと買い物に行ってきたんですけどね、昨日一緒にステーキを食べた女性がまたよかったらこれアヒポキ丼というのを食べに行くんですけど一緒に買いに行きませんか、よしぜひ行きましょうということでですね、すぐ近くのところでこれを買いに行ったのです。これがアヒポキです。マグロとかそれからお魚とかね、パイナップルいろいろ具材を選んで混ぜるんですね。そしてそれをご飯の上に乗せるというものです。これは日本人好みに作ってあります。マグロ美味しかったですね。これね、ハワイではアヒというのかな、確かねアヒだったと思うんですけど、マグロをそのようにハワイ語で呼ぶそうです。パイナップルなんか乗っけて美味しいのかな、あそういうものなのね。こうね、パイナップルをお刺身と一緒に乗せるのはねまずいんじゃないかと思ったんですけど、あ美味しかったですね。最初システムをね理解しなかったんですけど、これはこれで良かった。ただしはっきり言ってサーモンは生臭くてちょっとまずかったですね。でもこれ良かったな。海藻不思議な味がしたんですけれど、なんだろうこれと思いながら食べました。なかなかいいもの。でもまだそれだけではちょっと小さいサイズにしたのでお腹がいっぱいにはなりません。レストランが下にあるということでした。じゃあホテルのレストランで今度は夕飯でも食べようかな。もう夜になってしまいましたが、いい夜景の見えるレストランじゃないですかね。えこれみんなホテルとかなんでしょ多分。いや照明の色とか見てもそうだな。うん楽しそう。明かりの消えているところはまだ夜にどっか出かけているっていうことなんでしょうか。エビのソテー、マグロのたたき、ケイジャン風味、ミニロコモコ、シーフードダイナマイト。んどんなものが出てくるのかちょっとよく見てもわからない。とりあえずですね、カクテルを頼みました。ノンアルコールカクテルです。これが結構甘くてですね、一気に飲むにはちょっと喉がヒリヒリするようなものでしたが、あこれはですね日経新聞タダでもらえたんですよ。日本人の方に案内してもらったんです。まあ、でもね、この新聞読みながらこうカクテル飲むわけですけど、だんだんこう溶けてきますんでね、そうすると、まあ、そんなに甘くなくなってきて、あこれがカクテルの正しい飲み方なのかな。じっくり味わうことにしました。これがミニロコモコです。上にうずらの卵が乗っています。コロッケ、こちらはグリーンサラダ。こんなに大きかったのか、ちょっと思ったより大きかった。これの3分の1ぐらいの大きさでいいのになと思ったんですけれども、意外とね思っていたのと出てくるものが違うっていうことが海外ではありますんでね、私は特にそうでして、これが食べたいなと思って頼んだものと違うものを引くというのが得意です。このロコモコは美味しかったですが、まあ、確かに、ね、ビーフコロッケとは書いてあったんですけど、ロコモコって言うとセブンイレブンで売っているやつを連想するんですけど、それじゃないんですね。ロコモコドンとも書いてなかったですし、これはまたなんだかよくわからないものが来ました。私何頼んだんだっけ、もっとねなんか生のお魚とかエビの盛り合わせが出てくるのかなと思ったら違ったんですけども、これ美味しかったですね。エビとね、それからね白身魚と、それからあとしめじが入ってた。そうそう、しめじってハワイにはないと思うんですけどね。それからイカとかなんか貝柱みたいなの入ってたな。いろんなものをやってまとめて、そしてまたこの甘い、カクテルもですねちょっとまた風味を変えて、ミントレモネードみたいなやつだったかな。それで全部飲んだ後で、今度はマンゴーなんとかカクテルみたいなものをいただきました。マンゴーとオレンジを混ぜたやつだったかな。これもノンアルコール、お子様向けの味でしょうか、うん、とっても美味しかったですね。そしてまたこれは、今度はロコモコ丼。さっきはミニロコモコということでね、コロッケタイプのロコモコだったんですけど、これはご飯の上にハンバーグ。すごいちっちゃいですよ、本当にちっちゃいですからって言われたんで、確かにねハンバーグは小さかったんですけど、ご飯めちゃくちゃ多いですね。これ申し訳ないですが、ちょっとねご飯だけはね残さざるを得なかった。本当に申し訳ありません。でも味は美味しかったですよ。思っていたものとは全部ちょっと違いましたけどね。お風呂にお湯を張って寝て、翌朝ちょっとテンポが早すぎたかなと動画編集の段階で反省しておりますが、もうあとは東京へ帰る日です。これは翌日の午前8時頃タクシーに乗って、タクシーはやっぱり40ドルぐらいしましたかね。でもそれが一番ね効率的なコストパフォーマンスのいい移動だそうですよ。ホノルル空港にはまた早めに着きましたので、ラウンジでまたお食事。食事ぐらいしか紹介するところがないんですけど、まあそれもいいかと思います。マグロがまたありましたんで、お茶漬けにマグロをこう自分でトッピングしてですね、なかなか美味しいものをいただきましたね。他にも全日空のファーストクラス、昨日の朝眺めたワイキキビーチ、海の上から眺めるとまた格別です。そして何よりホノルルの高層ビル群を空の上から見下ろす。いやこれいいですね。ファーストクラスもう二度と乗らないだろうと思いましたので、受けられるサービスは全部受けることにしました。シャンパンとそれからキャビア、
ファーストクラスといえばこの組み合わせだそうです。この帰りのファーストクラスについてはまた詳しく皆さんにご紹介しますので、もうちょっとね料理とかもいろいろ取り上げる予定ですから、また交通チャンネルの方適宜チェックしてみてください。私がねお酒を飲むのは珍しいですよ。正直シャンパンの味とかよく分かりませんでした。シャンパンが何なのかもよく分かってなかったんですけど、まあでもこれが大人の、高級なセレブのたしなみなのかなと思いながら食べました。これトリュフだそうです。よくねこういう風に飛行機で写真なんか撮ってる人いるんですよ。というわけで絵になるのかなと思って撮ってみたんですが、どうでしょうか。ファーストクラスでは帰りも寝ることができます。もう時差ボケで私はめちゃくちゃになっています。この翌日1日で時差ボケは治りました。もともと生活のリズムがめちゃくちゃになっていたからです。でもこの飛行機の中でも1時間ほど休憩をして、これですっかり体力もまた回復したものです。帰りにはお土産用の亀を買いました。そして最後のお食事はこれ、ヒラメのお茶漬けだったかな。めちゃくちゃ美味しかったですね。これずーっとこう食べてるの美味しそうでしょ。これ美味しそうに美味しそうに 見えますよね。美味しそうだな。こんなに美味しそうなもの食べられるなんてスーツさんの幸せはね、とても美味しそうに食べています。これねよくね視聴者にねスーツはまずそうに食事してるみたいなこと言われるんですけど、美味しいと思うんですよね。でわさびもですね、私あんまりわさび好きじゃないんですけど、でも美味しかったんでつけちゃいましたね。成田空港に到着。帰りは8時間ぐらいかかったのかな。でも8時間も一瞬でしたよ。ファーストクラスならね、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスでハワイ行った時はなんかもう3年ぐらいの長さに感じられましたけどね。ともかくこれで今回のファーストクラスで往復するハワイへの行程について皆さんに全てご覧に入れました。こんな風にね、早いテンポでちょっと今後は動画をこうパパッと全体でどうだったっていうのを皆さんに見ていただこうかなと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっとテンポがそれにしては忙しくなりすぎて早すぎましたかね。皆さんのお叱りのお言葉などを全てまた反映させたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。